火曜劇団女の一生名古屋の謎その4。なんだ、芝居の稽古でしたか。あ、ひょっとしてエチュードってやつですか。そうそう、よう知っとるね。やっぱり、なんかすいません、うちのパイセンが勘違いしちゃったみたいで。パイセン。でも、なんでこんなところで共同生活なんかしとるの。このご時世、なかなかエンターテインメントには厳しいでしょう。ほんでもね、そんな状況だからこそみんなで力を合わせてやっていきたいなと思ったんだわ。ほんだもんで初心に帰ってね、共同生活で結束力でも固めようやかって、そういう目的で始めたんです。まあその気持ちはわからんでもないけど、でも不法占拠をしたらいかんだろう。え、なんで。いいじゃん、誰も使ってないんだから。ケチくさいね。こまきゃ男は儲けせんよ。ああ、誰にも迷惑かけてないんだから大丈夫でしょ。いや、だからそういうことじゃなくて。正直ダメだって認識全くなかったわ。いいじゃないですか、刑事さん。もうなんでわかんないかな。よし、じゃあ一人ずつ事情聴取するから。じゃない。割れて名乗るもおこまましいが。加藤天白です。50代です。あ、旦那。旦那ね、旦那はある日コンビニにタバコ買いに行ってそのまま帰ってこなんだな。だもんで、まあ私が一家の大黒柱っちゅうことだわね。こんだけ女ばっかおって誰も掃除も洗濯もせえへん。ほんでもね、普段こうやってバランバランでも歌やダンスやお芝居やるっちゅうとみんなが一つになって生き生きとしとるわ。この元気を皆さんにお届けできんせんかな思ってね。そんでこんなことを始めたんですわ。私は歌舞伎が大好きでね、娘時代には実際に歌舞伎で舞台に立っとったんだよ。まあね、この土地は昔から芸どころ名古屋って言ってね、私が小さい頃にはね、近所から三味線の音が聞こえたりなんかしてね。そんなこんなで私はね、日本舞踊も習いました。あ、西川流のね、お名前も頂戴しとるんだよ。そういや刑事さん、うちのお家元にお宮様どことのを似とらせるね。30代担当のみどりです。7人が一つ屋根の下に住んでいると騒がしいですけど、なんだかんだ居心地がいいし毎日があっという間です。特にコロナ禍になって家族のありがたみに触れています。最初ね、天白さんが女の一生をやろうって言った時、ダンスも歌も苦手だからどうしようと思ったんですよ。だけどこんな幅広い年代が揃う集団もなかなかないから、面白がってくれる方もいるんじゃないかなと思って、そんな軽い気持ちで始めたんですけど、今はとっても楽しいです。そんな加藤家らしさを見て、なかなか会えないお孫さんやおじいちゃんおばあちゃんを思い出して一緒に楽しんでほしいと思ってます。あ、もちろんセクシーパワーでみんなを元気にしてあげたいと思ってます。刑事さん、名前西って言うんですか。同じ名前だ、親近感。私は下の名前が西なんですけどね、名字は中村。加藤じゃないです、中村です。中村西、私加藤家の居候なんだわ。でも大体どこの家にも一人二人いるでしょう、居候。ちなみに私は40代担当、
加藤家って10代20代30、40、50、60、70って各世代が一人ずついるんだわ。そういえば子供の頃私アイドルになるのが夢だったなって。まさか40過ぎてから叶うとはね。刑事さんも辛いことがあったら女の一生見に来るといいですよ。見てくれるみんなを元気にしたいんだわ。頑張ろまい。天白の娘、長女の20代加藤千草です。今ホラーとかゾンビ映画にハマってて、これ私の彼氏です。ゾンビって何度も何度も蘇るからずっと一緒にいられるんです。不死身ですよ、すごくないですか。あー、ゾンビの話ばっかりになっちゃいましたね。女の一生、あー、お母さんが言い出してやりだしたんですけど、私って歌って踊ること大好きじゃないですか。だからやっててめちゃくちゃ楽しいんですよね。まあ、あの家族で育ってるんで、漠然と将来はみんなが笑顔になってくれるようなことがやりたいなって思ってたんで、お母さんの案に乗ったって感じです。何度も息を吹き返すゾンビのようにみんなまた元気になってもらいたいなって。私は女の一生をたくさんの人に見てもらって楽しんでもらって無敵な女の一生になりたいんです。天白の娘、10代次女の加藤みなみです。毎日学校に通って帰ってきて、みんなと美味しいご飯食べて、おばあちゃんたちとまったり過ごしてます。女の一生のことはただ趣味の一つとして、まあ楽しそうだな、自分が一番目立てるんじゃねって思って始めたんだけど、今は純粋に面白くて元気出るよね。みんなも元気出してくれたら嬉しいな。だから売れるまではおばあちゃんたちの介護しながら、まあそれなりに頑張って JK しとく。やら、私加藤家の最長老熱田でございます。私の頭白いでしょ。苦労してるんですよ。私ね、旅行が大好きだったんです。で、今はコロナでどこへも行けません。でも終わったら行きますよ、私海外へ。次の予定ですか。え、サンズの川でバタフライで渡り切ることなんです。え、こうご期待ですね。皆さんね、私のことをハデハデばあさんって言うんですけど、ほっといてほしいですわ。だってこの暗い世の中、ハデハデのばあちゃんできらびやかにゴージャスに生きて明るい世の中にしたいもんですもんね。60代加藤瑞穂です。でも本当の年齢は38歳です。ものすごく老けて見えるけど38歳です。こんな時代が来るなんて思わんかった。しょっちゅう行っとった居酒屋の熊五郎の店が心配で心配で、この間見に行ったんだわ。誰もおらん。ほんで熊五郎が一人寂しそうに、瑞穂ちゃん、まあ店辞めるわって言ったんだわ。私寂しなって悲しなって、こんなことに負けとったらいかん、私応援するでって。だけどどうやって応援していいかわからんくて。そしたら加藤家のみんなが歌歌って、みんな元気づけをまいて、ほんだで私も参加したんだわ。私死ぬまで頑張る。ほんで頑張って熊五郎もみんなも応援するでね。まああれだな、一応みんなの話を聞いてそれぞれ事情があるのはよく分かったけど、不法占拠をした事実は変わらないから、まあ全員署まで来てもらうわ。